はい、ということで、はい、これどういう動画今日今一生頭で考えてみたけど分かんなくて、これどういう動画って聞いちゃった、うん、そうだね、明日が TGCT ということなんですけれども、もちろんね何回か出させてもらってるんですけど、はい、今回は、うん、初めて歌も歌います。しかも見せたことないでしょ、うちらそのこのファッションショー系の裏側とか、うん、っていうところで、うん、あの今日は、あ、今日はというか、まあ、今日は明日ですね、ちょっとね回していこうかなと、はい、ちょっと今日は今からとりあえずリハがあるのでその様子をね、はい、映していこうと思います、はい、で今回は、うん、おやすみロマンスとデコボコをね、うん、歌います。うちらのツートップ安定の、うん、安定の、うん、やっぱ知らない人もいるからね、うん、まだムクエナを、うん、今日もジャンバー思いかかったまま君にお休み皆さん今日来てくれてありがとうございます。なんでかな、まだ木の方にいるみたい。こういうのやんなきゃいけないってこと。そうだね、こういうのをね、少し眠ったそうな目、ゆっくりのショーペリーが全部覚えてるんだ、誰のせいだろう、絶対そんなわけないよ、なわけないよ、なわけないよ、いいじゃないよ。ロマンチックな感情、またファンタスティックな関係をつなぎ続けよう。おぉお前それやれたら言っちゃうかも。続けよう。お尻ブンブンしてる？してるよ。しろよ。ねえねえねえ、これやったらキモいいから見て。うん。好きな洋服も。はい、じゃあ好きな洋服もってるよ。性格も違う私たちでも。私たちでも。それか、これに。あ、いいじゃん。モールツアーごとに歌う曲も違ったりとか、で今回は尺とかも違ったりしてるから、そうね、頭間違えちゃうそうだね。ね。はい。はい。ありがとうございます。お願いします。当たりして、じゃあ、はい、マイクチェック。こっちの1曲目の方で了解しました。押してお願いします。ありがとうございます。ちょっと場当たり挟みまして、通しでいきますので、よろしくお願いします。はい、ということでリハが終わりました。終わりました。最後全部間違えたということでポイントを、間違えてはいけないポイントが4つぐらいあるんですけど、不安を残したまま、でもうち的に最後間違えて終わった時の方が本番緊張感を持ってちゃんとできる、なんかリハの最後のやつで、うん、完璧やんみたいなやつで本番油断しちゃってなんか余裕気変に持ってとかあるので、はいはい、ちょうどいいと思いましょうちょうどいいと思いましょうそうだね、うん、ということでまた明日バイバイ、バイバイ。当日です。朝になりました。今リハが終わったんですね。はい、今回初めてのキッズステージ、キッズコレクション。もう最高、裏。最高です、ね。裏が最高でした。あのなんか最後並んでここでみんなあの手とか振ってねみたいなスタッフさんが言ってたんですよ。一人めっちゃやんちゃな女の子がいて、そしたらスタッフさんが、あ、なんとかちゃん、やんちゃだけど大丈夫。やんちゃだけど大丈夫って何って話じゃん。だけど大丈夫かっていう。やんちゃだけど大丈夫っていう方で言ってなかった。やっちゃうけど大丈夫。あ、大丈夫。あの
夫だよっていうことで、この後メイクがあって、はい、あとちょくちょくね、あの撮影とかが入ってくるんでね、はい、若干バタバタはしてる。そうだね、もうあっという間に終わるよね、うん、本当にいつもね、こういう日はあっという間。じゃあこれからメイク行きたいと思います。はい、ヘアメ終わりました。はい、うちメイクさんが男の人だったのね、うん、で男の人に、ね、当たりがちだね。当たりがちなの、まず、うん、その人が面白かったのが、全部の工程で可愛いって言ってくるの。最初チーク塗っただけで、うんうん、可愛い、チークだけ絶対ブス、むしろブスみたいな。じゃあ目つぶってください。こうやって愛車で立ってこう、めっちゃいいやん。めっちゃいいの、めっちゃよくって自己肯定感上げる系。じゃあここはちょっと空きなの。遊び行く？どっか。確かに。これやばいですよ、ちょっと待って。ねえ、ちょっと待って。一ノ関のフードを全て。てか待って、今日の髪型なんかめっちゃかっこよくない？リアコいます。めっちゃ違った瞬間、笑っちゃってる。笑っちゃうぐらい髪型。食べたもん発表していい？ハンバーガー、サンドイッチ、ライスコロッケ、ローストビーフ丼。主食オーナー。唐揚げ2パターン。2パターン。ビーフストロガノフパン。卵かけご飯も行ってます。行ってます。うちら全然楽しんでないじゃん。ね、まだ。うちの相談、ここが空いてるっていう衣装があるの。うんうん、こうやって。うんうん、それはやばいよ。うちも結構相談。ハッピが。普通に羽織るだけみたいな感じだと思ってたら、紐。紐前出すぎだろ。紐でちょっと上手そうで、紐なんだ。お腹を出した状態で結べば、うん、もう全然結構キツキツだけど、見た目的にはやっぱやばい、あの人肌出てんの。で、そこを歩いて帰るだけとかだったんですけど、私初めて今回やっとマイクを持たせて、マイク持つの。やっぱあの滞在時間が長い、ね、そうだね、慣れ始めるって、慣れ始めるの、うん、で、まあ、どの程度で紐結ぼうかっていう、そう、あ、そう、そういう悩みだわ、確かにね。そんな感じ。結構グッとやってほしいですけどね。そうだね、こちらとしてはグッとやったのを見たいかも。グッとやってそのまま居続けられればいいんだけど、本当にインナーマッスルないからね。わかんないじゃん、言ってくれ。鍛える気持ちでやるとかさ、ダイエットだ。じゃあうちらはケータリング行ってきます。バイバイ。怖っ。やめてもらっていいですか、盗撮。逆にね。え、覗き見やめてもらっていいですか。盗撮とかやめてもらって、覗き見やめてもらっていいですか。そういうの本当にないと思います。覗き見やめてもらっていいですか。え、盗撮とかどういうつもりですか。盗撮やめてもらっていいですか。あ、これでもうこっちの方が悪くない。はい、盗撮やめてもらっていいですか。なんか怖い妖怪3人が来たって感じ。いいね、こっちから見てもね。今日ライブステージあるので、よかったらね、見て、見た。先輩なんで、うん、やっぱ TGCT とかで歌ってらっしゃったので、心配事だったら言ってても怖い。もう多分本番今始まってて、会場も空いてるんですけど、で、うちらも1個目のステージがね2時46だから、まあ、あと1時間後ぐらいに最初のステージがあるんですけど、そしたら結構休みないので、うん、今のうちにちょっと最終練習しとこう。チャン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 、はい、チャチャラチャラチャラチャチャラチャラチャ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 ラチャ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 かわいいじゃん、これ。え、すごいじゃん。こんなかわいいドレスみたいな感じ。一緒だね、キラキラ。え、かわいい。これでどういうことするんだっけ。最初が、私がこうでしょ。あ、こうする。こうして、最後が、違う。あ、いいじゃん。すごい。皆さん、写真撮るよ。あ、写真撮るで。先でいいかな。行きます。ポーズ覚えてる？ポーズ3人で練習しよう。バーッと歩いて、まず真ん中で、せーの、ホン、イエイ。で、こっち行きます。こっち行って、バーッと行って、せーの。あ、上手。でも、こっち来て。バーッと行って、せーの。最後、なんだっけ？あ、そう！これだね。オッケー。完璧。忘れてもいいか。合わせるね。ミラちゃんがやったやつに。こういう楽屋勝手に来て勝手に
カメだもん、ね、何がしたいのマジで YouTube 大好きやん、人を座らせてるいいけどね別に、あんまに優しくない、人の組勝手に何だろう、ね、何聞きたいのこれは、これは裏側、一日撮ってる、昨日から撮ってる、うん、裏側じゃあちょっと後ろで撮影しなきゃいけないってこと、なんか渾身のボケなのもらえなくてごめんね渾身のボケだったよね絶対えてか珍しくない今のトーマがそんなボケすることないやん、しかもいつもその力技じゃん、力技やめて、ちょっと頭使ったじゃん、そしたら大滑りってことえすごい、これ月作ったの、そう衣装これ作ってくれた人が作ってくれたやつ、月だよねあんたたちっていや、この間さうちらさ旅行行った時さ向かいになって星病だよねなんか星好きすぎて星病って言われ、本当に好きだよね、なんか本当マジ夜空、いやもうどこまで行けばいいのってぐらい夜空、そんなに夜空でしたうちら、えとは何、うち虹うわ虹だ最近カラコン青だよね、うん青使ってる、なんでえ漏れるこれ、かわいい、てかやっぱ目でかいでさ 14.5 でしょこれ、うん、そうなんか、うん 14.4、うち白目なくなる、えでもうちもそう思ってたの昔、ちっちゃい肌ももともとカラコンの直径全然ちっちゃくないよ、え前ちっちゃい肌の肌だったよずっと、こんな大きいのつけてなかったもん昔、でもそれで漏れるってすごいよ、だからメイクも濃くなった、アイライン長くしないと無理、年遠くすぎそれはそう、めっちゃ誰が興味あんのわかる、超オフだって今めっちゃ超オフだってもしカメラ回ってること忘れちゃう、わかる、このカメラって危なくない、忘れるよねマジで、ということで、この後うちらアーティストたち見といてね、じゃあまだ終われないよ、え、ムクも青、同じカラコンだよ、え、なんなのあんたたちって、ちょっとこういう系の衣装着てみたい、え、着てみてよ、え、てかこれとか着てみてよ、今度絶対似合わないな、私はイメージないじゃん、そもそもないないない、まあね、これとかはもう全然違うしな、いや、こぼしたんじゃん、え、だこれ今でも全然びっくりもしない、相方日常はいっていう気持ち、でもこっちならまだいけんじゃない、パンツスタイルでちょっと内に寄せて作ってるぐらいだから、確かにまずこれが私多分似合う、あこうパフ系この素材とかね、素材危なっ大丈夫素材が自分に合わなすぎて応援しちゃったんだあそうだびっくりしちゃった合わない爪かわいよ、ね、かわいいよねこれ、ちかーおーおお TikTok みたいになってるジェプ緊張してますか、緊張してきました、楽しんできてね、楽しんできて、はい楽しみます、一番まあ、夏だし気のせいだとは思うけど、いつにも増して日差しが強いよ、絶対そんなわけないよ、なわけないよ、なわけないよ、君じゃないよ、それが答えでしょってうるさいな、連絡来るだけでこんな嬉しくなって単純だって笑われちゃうから、気持ちにまだ
の私を作る合言葉、あなたの笑顔願って色づいた日々を咲かせよう。夢のまま揺られて運になる時はここにいるから、あなたらしくありのまま。ありがとうございます。改めまして、ムクエナです。ムクエナです。ありがとうございます。なんと今回ムクエナ TGCT に何回か出させていただいてるんですけど、初めてのアーティストステージということで盛り上がっていただけましたか？嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ムクエナが歌ってるところを初めて見たっていう方もね、たくさんいるかなと思うんですけど、私たちはね、等身大なトークが YouTube でも人気ということで、歌詞もね、等身大な私たちがリアルに感じたことを実際に自分たちが楽曲制作に関わって、全部作っています。なのでもし今日知って、あ、ムクエナ歌出してたんだとか、なんか楽しいじゃんライブとか思ってくれた方は、ぜひ他にもたくさん曲があるので、帰ったらよかったら聴いてみてください。でそして1個告知になるんですけれども、私たちのその楽曲が全部聴けるライブが今年の夏に、開催されます。こちら ZEP ツアーということで、福岡、大阪、東京回りますので、ちょっとね岩手遠いかもしれないんですけど絶対楽しませますので、ぜひ今日気になった方とかはね、よかったら帰ったらチケットぜひゲットしてみてください。ぜひまたどこかで会えたら嬉しいです。はい、今日は改めて本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上、ムクエナでした。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう。楽しかったです。バイバイ。やばい、緊張した。もう口パッサパサ。お疲れ。うわ、楽しかった。でも、久しぶりにデコボコの最後とか踊ったから、ね、やっぱあれいいわ。ってくれてた。あ、ありがとう。お疲れ様。今歌ってたのですか？踊ってた。食べたいな。カリンとめっちゃ美味しいって言ってたんですよ。あれめっちゃうまいよ。ちょうどいい。それがもうさ、見て画角どんな、こういう Vlog の人たちの画角。はい、ということで、TGCT 一ノ関ありがとうございました。今日は初めて の、 あのアーティストステージもあるということで、こういう裏側をね
初めてみんなにお見せしてみたんですけど、どうでしたでしょうか。何でしたでしょうか。こんな感じなんだ、みてなわっていう。バタバタだったね。ね、うん、来てくれた人もね、配信見てくれた人とかもね、こうまたこれを見たらね、面白いんじゃないかなと。むくんだ、こんな感じやったんやっていうのがね、面白かったんじゃないかなと思います。もう無理。もうね、あのね、焦ってね、あとね、あとで、まあ、なんか、うん、これからもこういうむくんとあんまり裏側見せたことないんですけど、うん、なんか回せれるね、現場とかあったりしたら、ね、撮れたら、こういう友達がいるときとかね、楽しいから、うんうん、なんかまた回せれたらなと思います。それでは、以上、むくんなでした。一ノ関ありがとうございました。また夏にあるので来てね。